イエーイ、倒したよフィルディアさん。見たか、俺たちの勝利だ。そうだ、次は報告、フィルディア艦長も胴体のギガンテスを撃破、残りのギガンテスの抗体を確認した。フィルディア一人でやったんこれ。なるほど。なるほど。それで指揮系統がなくなって。それにしても、フィルディア艦長は一体どれだけギガンテスを倒したのか。確かに。かなりの数を仕留めたみたいね。同じことをあなたたちもやったのよ。胸張って帰ってきなさい。はい。サラさん。俺たちが4人揃えば、フィルディア艦長並みにやれるってことだ。な、そうだろ。艦長は全力じゃない。もちろん、もちろん。強行のフィルディアといえば一騎当選だ。なら俺たち一人頭250人分ってとこだな。そんなに立ち話してないで行動行動。戦闘後も艦長みたいにちゃんとやらないと10年早いって言われちゃうわよ。そうよ。だな。よくやってくれた。ギガンテスを3体仕留めた戦かもだが、お前らと一緒に戦った連中が俺に言うんだ。あいつらを見てるといけると思ったってな。だろ。悪い気はしないよな。そうだな。恐縮です。なんとか役目を果たせたみたいでよかったです。撤収作業は多少もたついたけどね。それは言ってやるな。この戦いでは多くの戦死者が出た。そうだよな。副艦長がマグナス艦長から託されたクルーを大勢犠牲にしてしまったな。彼らのためにも生きて戻りましょう。お前の言う通りだ。この星で何があったのかを勇敢に戦った者たちの家族に伝える。それが生き残った者の責任だからな。お前らには無茶ばかり言ってきたが、それもデルタバリアントが離陸するまでだ。もう少しだけ付き合ってくれ。わかりました。ってのは思った以上にきつい。なんだ、愚痴か。見ていればわかるわ。まあそりゃそうだろうな。いきなり艦長がいなくなって急に艦長にされたんだから。いっぱい付き合ってよ。あ、甘えてる。はいはい。いっぱいどころじゃないだろうなきっと。あれ、本当にいっぱい？やっぱさ、向いてないんだよこんなの。目標を立てて達成のために必要な犠牲も計算に入れて艦長席に座って報告を聞いてるなんてさ、本当に俺はこれでいいのかって寝ても覚めても考えるんだ。艦長がダメなせいで仲間を犠牲にしてるんじゃないかって。フィルはよくやってるよ。悲しみも悔しさもあんた一人が背負うものじゃないわ。でもさ、艦長一人で物事がうまくいくなら誰も苦労しないよ。マグナス艦長を失ったこの船には漁港のフィルディアという希望が必要だった。俺は戦いたかった。若い奴らを心配しながらブリッジで待つなんて嫌だったんだよ。そのおかげで
あの子たちは鍛えられたわ。今回の激戦に耐えられたのはこれまでの我慢が実を結んだからでしょ。厳しいよなお前。生活には塩分も必要なのよ。なんて言ったらヒペリオンが飛んでくるかしら。ヒペリオン、あ、電子レンジ背負ったやつだ。人飛んできた。お呼びになりましたか、レディ。聞いてたのかい。空気読めよお前。ほんと敬愛だなお前。これは失礼。さ、背中の電子レンジで温めてないわ。こちらをお持ちしようとタイミングを伺っておりましたので。なんだこれ。花言葉のようにこの飲み物には込められた言葉があります。言葉？いつも希望を捨てないあなたへ。へえ、バカ野郎。もったいなくて酒が進まねえじゃねえか。文句のつけようがねえな。イエーイ。ってかレイバンサーの爪手に入れたのか、もしかして。あ、そろそろこの星ともおさらばだ。準備ができた、俺に声かけろよ。何、もう終盤か。もう脱出できちゃうの。とりあえずヨミさんに報告しよう。どうしたよ。どうしたよ。おー、レイバンサーの爪、あいつでよかったんだ。アルレイバンサーみたいな名前の。すげえじゃん。これでどうしたよ。約束全部終わったんだ。一応今出てる約束は終わったな。増えてないしな。まあ俺のところへ来いって言われたから早速行ってみるか。よし。どこだどこだ。いたいたいた。おお、おし、出発するぞ。やり残したことはないか。ないと思う。惑星から脱出する。これ選ぶと、はい、どうなるの。これ終わり。これで終わり。惑星から脱出する、脱出したかんみたいな。そんな唐突に終わるかこれ。ああ、副館長のね。この地に眠る友へ。あ、違った、全員だ。黙祷。黙祷。私もしよう、黙祷。喋ってるけど。お、脱出の準備をしているな。あ、私いる、私いるわ。キサラさんの隣。これより本艦は惑星マキアを離陸しオラクル船団へ帰還する。お、ついに帰れるぞ。グランドライブ始動、各部チェック。私は何をすればいいんだ。まだ研修受けてないよ。 85% 出力安定。私なんか見てただけだな。なんかシールド展開、重力制御開始。脱出だ。行けます。デルタバリアント回発進。発進。お、高度上昇、脱出した。行けそうだな。マジでこれで本当に完。待って、地上から対空砲火。何、ギガンテス。ギガンテス。おしろどう正常に展開されて。よかったよかった。やった、
これならいけるぜ。よし、もうさっさと帰ろうぜ。あと少しです。さっさと帰ろうぜ。この星ともさらばだな。さようなら、マキア。衛星軌道に到達します。何？何あれ？あれ？目？目になった。見ているのか。そんなに見つめないでよ。プランの流れが向かってきます。何？なんだと。シールド戦艦クロー。わあ、シールドが壊された。マジかよ。もしかして逆戻り？やっぱ一筋縄じゃいかないか。総員ブリッジから退避しろ。第2波来るぞ。やばい、退避だ、退避。退避だ、急げ。行け、フィル、あんたは。お前がいたら何もできん。行け。もしかして、ちょっと来い。こいつを持っとけ。何、それ、その意味は。まさか。聞け、その腕章をつけたら新鋭卒業だ。今後はお前が艦長として仲間を守る。やっぱりそういう展開。お前を選んだ理由はただ一つ、うつむいた仲間に前を向く力を与えられるからだ。俺が選ばれた理由と同じさ。急で悪いな。だからここは俺が何とかしてやる。やめて、そんな死亡フラグ。船と仲間を守るのはマグナス艦長との約束だからな。も、燃えてる。フィルディア艦長。全クルー、シェルターブロック行け。あとは俺が何とかする。艦長、何とかするってどうするんだよ。死ねんだよ、俺がいる限りな。なんだ、何かを解放したぞ。やばい、めっちゃ吸い寄せ。おお、てめえがやりやがったのか。わあ、飲み込まれる。仲間はやらせねえぞ、目玉野郎。まだだ。俺の命取れるもんなら取ってみやがれ。その程度か。でかいだけで大したことねえな。すごいもてあそばれてるけど大丈夫か。お、光ってる。船が光り輝いてる。フィルディアさんの気合で。あー、また墜落した。戻されたのか。なんでこんなにも私たちを返さないのか。すごい焼けてる。フィルディアさんの剣。
ぱ死亡フラグだったか。もうフラグどころかもう確実にみたいな感じだったけど。あー、それで主人公があのワッペンを。艦長、副艦長と艦長まで。これからは私が艦長か。できるかな。やるしかない。新艦長に敬礼。もうみんなが認めてくれている。私が艦長。私頑張る。お、チャプターが進んだぞ。惑星の真実。あ、グランドアクト2。ってことは好きな順番で話を進められるのか。これね、スカボロフェアらしいね、この曲。お願い、私の星を助けて。そうそう、この子の願いも聞いてないしね。誰も助けに来てくれないの。これオープニングと一緒じゃないかな。はい、私を見つけてくれますか。うん、約束する。必ず会いに行くよ。そして僕は君のたった一人のための英雄になる。あれ、どうしてそんな悲しい顔をしているの。副艦長じゃない。僕は必要ない子なんだって。フォトの才能がないから。才能がないといけないの。強い戦士になれないものは必要ないんだ。それにユノの星に行くことだって。私はそうは思いません。え、全てが解決するのならあなたに助けを求めたりはしません。本当に。でもこれ副艦長だったらユノちゃんだいぶ前から存在してたことになる。戦う力だけではないでしょう。もう一度僕は決めた。ユノのたった一人のための英雄になると。艦長、現状報告をさせていただいても良いでしょうか。お時間のある時にラボへお願いします。お店が一切なくなってる。あんなに頑張ったのに。お、プロミスオーダー、イズナ、カリスト、なんだ結構増えたな。キサラ、めっちゃ増えたな。プロミスオーダー、リーティア、リーティア、いつまで増えんだろうこれ。ヨミ、とりあえず全員増えたってことでいいのかな。そうか、ここまで進めちゃうともうやることないかって言ったのはこういうことか。あのお店とか使えなくなっちゃうから先に武器見とけばよかったな。失敗したぜ。でもきっと多分すぐあのお店とかで作れるようになるのだろう。おや、おや、とりあえずヒュペリオン。食欲は、ちょっと今ないかな食欲。あ、前のできるわ。大丈夫大丈夫。米を集め、麦を集める。
氷を集める。これ終わってるからこれにして、よろしく。食よ。これは達成しておこう。完璧です。でこれを受けておこう。よろしく。であとキサラさんもめっちゃ増えてたな。ご用かしら。ご用です。これレアエネミーね。これは OK だな。これも OK か。これは達成しておこう。なんか星マークがついてるのはなんか意味があるのか。あ、ん？この約束は1回のみ。まあよくわかんないけど、クリアしとけばいいんでしょ。やるじゃない。やるじゃない。まあプロミスオーダーは適当にね。クリアでき、22個もいるのかいこれ。まあ1回ぐらいクリアしておこう。おーレベル上がった。やるじゃない。ご用かし。ああ増えた。D が30個もいる。これはいいや。集める系はね、適当にほっとけば達成した時に受ければいいだけだし、どっちにしとこうかな。 D だがなんかこっちの方が出そうな気がするからこっちにしておこうか。レアエネミー、レアエネミーがごく稀に出現します。レアエネミーからは特別な素材を手に入れられる。体の色が通常と異なる。そんなんあったんか。そんなんあったんかい。よし、読みにしよう。どうしたよ。読みさんは、あ、終わってる、終わってる、どっちも終わってる。ちゃんとや、どうしたよ。ちゃんとやったよ。チャランチャランチャラン。どうしたよ。あ、また増えた。あ、でも終わってるこれ。ちゃんとや、どうしたよ。まあ結構裏でねクエストやりまくったからアイテムは結構持っている。うほ、どうしたよ。あれまた増えてるよ。一体どこまで増えるんだ。これプロミスオーダーをクリアすると、あの経験値とかがもらえるからクエスト行かなくてもレベルが上がるっていう。ちゃんとやこれもなんか増えそうだね。チャランチャランチャラン、なんか増えたなきっと。あれ増えてない。終わった。よし、読みは終わり。あとはこちらへんね。ラボはちょっと後回し。セイルの約束は増えてない。まさかの増えてない。いずな、あ、増えてる。終わってる。お願いします。ご用です。おーし、オッケー。で増えてる。終わってる。お願いします。ご用です。はい、おいし、オッケー。オッケーでーす。増えてない。ではあとはルティナとかどこにいるんだ。クォートさん誰だあんた。とりあえず下降りてみよう。仮想へ向かう。おオルクスさんとかいるな。あっちらへん。まあいいや、オルクスさん。うん、4時か。大塚さん、スキルボード最高潮これ受けとこう。よろしくな。よろしくな。よろしくね館長。よろしくね。これだけかな。カラントネクト、これだけか。あと船の中かな。中層へ。中層へってことは上層へとかあるの。上層がこの船
中ってことかな。そしてカリストは上にいたな。カリスト、ルティナもあそこにいるし。俺に用なんだよ。終わってる。やってみせる。やってみせろ。やってみせた。ちょっと待って。話しかけられないじゃん。俺に用。微妙なズレがね、たまにちょっとイラッとするけど。注文。はい、次。増えた？なんか増えたな。終わってるわ。やってみせる。俺に用。しょうがない、やってみせよう。チャリンチャリンチャリン、また増えた。俺によ。あ、終わった。よし、カリスト終了。さあさあ、あとルティナとリーティアさんかな。終わってる。石を集めようだって。石を集めてきたよ。石というより石の破片みたいな。毛皮、寒いの？持ってる毛皮。これ猿の毛皮でしょ多分。ゴリラか。お、レベル上がった。プロミスオーダーだけでレベルが、てか6000とかもらえるしな。終わりか。よし、終わった。ルティナ終了。バイバイ。ルティナ終了。コールドスリープルーム。ブリッジはもう破壊されたから行けなくなってんだな。いた、リーティア。ノリ。あ、これはおま、終わってるね。お待ってなんです。喋れねえ。ちょっと距離が遠かったわ。チャリンチャリンチャリン。ありがとうございます。私にご用です。ノリを集めよう。多分これノリ達成するとまた増えるんだろうな。外に出る。これで終わりかな。よし、じゃあラボに行くか。